ゆっくりがお送りする6バトスオンライン実況動画。どう考えても6バト弱退してから再販するべきだったマリサもいますよ。ただこれで6バトミラーを織田にも出したら全試合レースゲーになるだけだから絶対にやめてね。さすがにこっからミラー出すほど運営もアホじゃないやろ。かっこ勝ったら6バト再販せえへんやろ。うん、正論。こんなことより大型アップデで運営様よりいただいた貴重なハロチケの賞味期限が迫ってますんで、キンズファンプムガンプムに交換しときま。小池さんありがとうございます。神ゲーです。臨機応変に意見ぶれまくるダブルスタンダード主義実況者。そんなことより007件欲しいんで、リベでもエースガシャコン回して尺稼ぎします。むしろガシャパートが本編。先週10戦しといたんで、まずはただチケ11連で軽く様子見。当然のように白はからのダブルドムキャノンギンズ出ました。ダブルオーセブソギンズの報告を優先してください。アバランチギンズも持ってなかったんで地味に嬉しい。今は論引き隊全然見ないっすけどね。だがセブンソードは沼落ちしない限定機体なんで、なるべくならギンズ欲しい。性能的に銀でもいい気はする。そして2枚目のギンズセブソ、それはむしろギンズ武者マクツの方が当たりかも。小田川は武者持ってなかったんで、これはありがてえ。割と沼ガシャ方式の限定機ガシャコンがお得感あっていいよね。新しめの機体も手に入るし、思ったよりキンズ出たんで満足ゆく結果。3回目いきます。全然満足してなかった模様。11連2回でやめときゃよかった。 FS キンズとかさすがにいらない。つうことで本編はすりつぶしの聖地青爆で混合戦しかないゲームやっていきます。6バトス増えすぎ問題の答えが全部混合戦にするという天才的発想すごい。そんなプロデューサーの望みを叶えるべく、今回も6バトなしの戦犯デッキをご用意しました。我々は小池 P の味方です。6バトキンズ持ってるけど趣味機体でお散歩したいだけの外役プレイヤー。7件な誰に戦破さオリジン機と旬な機体をてんこ盛り盛りする空気読める実況者。忘れ去られたアバランチとオリジン C 型乗ってるやつ見たことないです。初動はもちろんセブソ発信で出撃ムービーをみんなにサービスサービス。あ、これダブル王と同じムービーだ。ジャスティスと違って手抜きムービー連邦優遇。だが性能は今回リベのセブンソードの方が若干使いやすいって噂かもしらんけど。ジャスティスのハイマット同様、この機体も特定の武器を鉄器に当てると 2.5 秒比ダメ比 DP を大幅カットするって、カチカチトランザムな固有文字あります。そのカチカチトランザム発動武器が格闘とブラスト武器なんで、初手ブラストで硬くなれるのがジャスティスと比べると非常に使いやすいんよね。基本は GN ソード2ブラスターから切り替えなしの GN カタールにつなげて、DP ごっそり奪う連携。ただ問題はそこから続く火力武器をどうするか。こいつはビームライフルの持ち替えがジャスティスよりもさらに遅いって大きな弱点があるんすよね。オーダー優遇。あ、これ来た。応援でわしは行きます。ということで今回は FA ビーム捨てて格闘積んでます。そこにいるのはわかっとるぞバズンザム。要するにこれバズカク運用が割と強いんすよね。初手ブラストでひるみ取りつつカチカチトランザム発動で、そのまま格闘で突っ込んでさらにトランザム上書き発動できるのがめっちゃ簡単でシンプルに強い。ブラストの爆風当ててもトランザム発動するんで、エイム力ない脳筋なレイムさんにはドストライクな機体。もうカタール投げんでええやろ。しかしここで GN フィールド発動で5秒間拠点ダメ激減するアクシデンツクソが。アーマー半分切ると固有文字の GN フィールド発動して、5秒間無限ブーストに非ダメ減少、スロー、スタン、炎上無効のバフがかかるものの、拠点への余ダメは大幅減少。だがまだ3維持すればもう1回と釣れるぞ。レイムさんトランザム早よ。了解。トランザム。トランザムの使いどころが遅すぎるガンダムパイロット。C
死にました。よく見ればわかります。雪崩が遭難してしまったんで、これはもう先行のハサウェイ番宣誌24行くしかないですよ。やってみせろよマッチ。ネイトでもなるはず。おい誰だよ、熱湯のとか投げたやつ。なんともならずに終了です。機動戦士ガンダム先行のハサウェイ絶賛上映中。大ヒットオンレイ。でもガンオンのメッサーは普通です。悪くはないけど320こすって個性ないと使われないんすよね。だがまだ4はキープできてる。オリジン続 C 型で何としてもキープするね。無理です。どう考えても歩兵の格差がありすぎる。すりつぶされる側の試合ですねこれ。これからが地獄だぞ。ハサウェイと同じ地獄を体験できるゲームはガンオンだけ。だがまだわしにはライプアーマーちゃんがいるからやっちゃいなよ。そんなイモスナなんか。ガズアルハよ修正しろ。ガズエルだよ。ジュナメスの方修正してください。おめえこれどうすんだよ。カットで、その後もクール開けたやつからリスポンして再びクール入りするだけの虚無ゲー続行。ガンオン楽しいね。本当に地獄だと思ってください。ここで乗りたくない方のガンダムがクール開けたんでトランザムしてなだれしてきますね。今回アバランチの論理が今相当近づかないと当たらないということがよくわかりました。マジでアカロまで近づいてもロックオンの吸い付きなくなったんで、ロンビは今の環境だと当たる気がしない。もうただトランザム格闘で突っ込むだけのやけくそプレイ。おばひがおばひに気にボコられるシーンをお楽しみください。おばひしかいない優しい世界。やはり時代はなだれエクシアより7件 WO なのですよ。言うて380コスなんで大事に乗ってくださいね。セブンソードの射撃戦は基本ブラストとカタールだけ投げて、あとは味方に任せるのがいいと思う。依頼持っても持ち替えてる間に逃げられるんで、切り替え早い格闘持った方がチャンスあるかも。ブラストカタールで膝つかせて、いけるようなら格闘振りに行けばええやろの精神。格闘でもトランザム発動するんで、意外と帰ってこれる。特にこういった閉所マップならブンブンで突っ込むのもええやんな。マスターソードの D 角モーションも伸びはいまいちながら、横に広めなんで当てやすい部類。何より虹捨てがジャスケス同様かなり伸びるんで、虹捨てからダッシュ格闘につなげると突っ込み力すごい力。さらにブラスト投げ込んでトランザム発動しとけば、D 角当てる前からカチカチで突っ込めるんで芋畑荒らしやす。何これくっそ気持ちええんすけど。ただこれって360コスのグリムゲルデとやってること同じじゃない？ちょっと何言ってるかわかんないですね。わかんやろ。そんなことより尺も押してるんで C 型ちゃんの凄さ見してやれよ。むしろ今回のメインはこの雑通 C 型オリジンなんすよね。実はこの金武器の体感ライフルが、重量以外は織田の黒マクスのバズーカと同性能。ほぼマゼラみたいな性能のバズで、弾速速くてアカロ誘導するんで当てやすいし、直撃すれば DP もしっかり2倍になるよろけ取り武器。そしてこの内蔵の腕ガトが切り替えなしで打てて地味に便利。通常の FA マシより若干弾速早めのガトリング系武器らしいですよ。ただ火力的にはちょっと物足りなさあるんで、情報修正待ってます。内蔵武器だから調整はぶられたいつもの。とはいえやっぱ切り替えなしの強みがあるし、通常の銃撃バズもあるんで体感とバズの爆風攻防値も可能。武装が今の環境にすげえ噛み合ってるんよね。ただ欠点はこれが銃撃機って点。足回りいい強襲機だったら低コス機でレギュラー入りしてた。あとこれイベント配布機なんで、現状持ってる人子三勢に限られるのがネック。倉庫に眠ってる人は一度お試しください。もう時間ないんでラストセブソ雑に乗って気持ちよくなりたい。欲望に生じて。顔面トランザムで2機道連れにするも味方ガンイモ体勢で誰も前出てこねえなこれ。どうあがいても逆転不可能な戦況で完全に消化試合ですからね。その後ラーメン中にゲージ削られて当然のように完全敗北。混合戦の方が格差広がるガンオン7不思議。
個人成績は C 型とセブソのおかげでなんとか人なり。セブンソードなかなかに楽しいんで悪くないっすね。アバランチは二度と乗らない。つうことで皆さんお疲れ様でした。来週は新機体4機実装でデッテニー祭り開催。両軍女子機体が回復クラッカー持ちの支援機とか大丈夫ですかこれ。こんなことよりフォースインパルスが340コスとは思えないヤバそうな強さなんで生放送のコメ欄ざわざわしたやで。アクションキーの分離射撃が強そうだし、鉄器撃破でブースト、弾薬、アクションキーのすべてが回復する永久期間。リベ優遇リベ優遇。ここまで暁さんの話題一切なし。そして今後のロードマップもふわっとした内容で発表。64ビットかマジでするんすか。それするならガンオン2出せばよくないですか。堅くなに続編制作をしない8年前のゲーム。ともかくデスティニー新機体待ちつつまた次回。